最大積載量が、史上最大の乗り物シーワイズジャイアント最大最下、重量56万 4763DWT。超大型原油タンカーの中でも一際大きな一石であった。浸水、竣工時の設計者及び建造者は、住友重機械追い浜造船所。1975年浸水、1979年、竣工2010年解体。 最大積載量が、史上最大の航空機案 -225 ムリーや、最大積載量、交渉250.000トン。ファイ認定世界記録253.820トン。ソ連製最主要型宇宙王冠機、ブランの輸送機として開発された経緯がある、超大型輸送用飛行機。設計者は、アントノフ設計局。 1988年発飛行、1989年、収益、現役。最大積載量が、史上最大の飛翔体サターン V アポロ16号、打ち上げ時のサターン V 型宇宙ロケットの、最大積載量5044.371ポンドが、アポロ計画における、最大値。16号は1972年に打ち上げられた。最大積載量とは、 物体を乗せることを目的としたものが、本来の機能を保ったままで追うことができる限界の重量、すなわち積載量の上限。ここでいう、物体を乗せることを目的としたものとは、乗り物あるいは、ビークル、ビークルと呼ばれるもののこと。乗り物は、人が乗って移動するもの及び、人が乗って、あるいは、人を乗せて、その場で動かすものであり、ビークルは、運輸物。 すなわち、人や物を乗せて移動させるものを指す。英語では決まった表現というものがなく、様々な呼ばれ方をしている。通例となっている表現がある分野も存在するが、それすら確認できない分野もある。一方で、個々の分野で取り決められている規定に基づき、厳密に使い分けられている例もある。加えて、その機器の種類に応じて、呼び方が違っている場合もある。 日本語においても同様で、個々の分野ごと、場合によっては、機器の種類に応じて、表現は異なる。また、当然ながら、その分野で、国際的に通用している、共通語に合わせた、翻訳語を用いる例も多い。英語における用例、丸括弧内は用いられている分野や種類、および、日本語における、大役語。日本語における用例、 丸カッコ内は用いられている分野や種類。ここでは道路を走行する車両における積載量や最大積載量などについて解説する。登録者は自動車検査証に記載されている。車検証のない小型特殊車や新小型特殊車、原付自転車などは法令で定められている。また、校内専用自動車や台車。 荷車は製造メーカーが安全を考慮して定めている。トラックやバンなどの貨物自動車は貨物を積載するための面積、空間を有する自動車であるが、その形状、大きさ、軸配置、車両の構造によって積める荷物の重量に限りがある。おおよそ小型のトラックであれば、軽量のものを、当然、大型のトラックであれば、重量のあるものを積むことができる。 しかし、大きな荷物であるから重いとは限らないので、運転免許制度や、貨物車の自動車の区分では、積載量による区分としている。道路運送車両法施行以降現在の日本の場合、自動車の操縦量限度は、軸距離によって定められている。車両の形式ごとに許容される、車両操縦量が決まっており、以下の通りの計算式になる。というのは、 上院 1>, 1名の体重であり、そのようにみなして計算するよう、一律に決められている。現代日本の場合、貨物自動車、または特殊用途自動車で物品を積載する空間を、有する車両は、車体後部に最大積載量を、キログラム単位で表示しなければならない。車検における検査の対象である。そのための表示枠が、車体にはある。 原則として、表示内容はいついかなる時でも正しく読み取れるのであれば、素材や表示方法は何であろうと問題はなく、極端な話、油性マーカーで車体に直接記入しても構わない。ただ、当然ながら、読めない字や紛らわしい字ではいけないし、雨風で簡単に消えてしまうようなものではいけない。ステッカーやマグネットシートを使って表示する例もあるが、 こういったものは、当局から認められているわけではない。しかし実際には、少なくとも2010年代、2020年代においては、そもそも話にならないはずの取り外し自由な、マグネットシートが、襟に襟って、取り外し自由を売りにした商品として市販されている。剥がすことを想定していない、ステッカーの方は、より安定した需要があり、中には、書体や色などに凝る人もいて、 小さいながらも最大積載量ステッカーの市場が形成されている。ステッカーやマグネットシートは日本語圏でありながらマキシマムローディングキャパシティ 000kg などといったファッション性重視の英語バージョンまでも普通に市販されている。日本語表示のステッカーの上に英語表記のマグネットシートを重ねて普段の表示だけをマグネットシート式にしている例もある。 軽自動車の最大積載量は構造や用途に関わらず 350kg が上限とされている。乗用自動車の場合、最大積載量という概念がない。したがって、車検における重量の規定もない。日本の車検証の場合、最大積載量の記入欄には、kg とオーバーラインが引かれており、これは空欄が適当であることを表している。ただ、 法の遺憾に関わらず、終える重さにはおのずと上限がある。乗車定員の数が目安であり、最もシンプルな計算式は、以下の通りである。この場合、1人当たり 55kg という計算で、定員2名なら3名分の重量、すなわち 165kg が安全を担保できる、上限ということになる。他方、車検証にも記載してある、車両総重量と、 車体重量が目安になるという意見もあり、その場合の計算式は以下の通りである。しかし、当然ながらメーカーは設計に十分な余裕を持たせているため、実際にはそれ以上を積んでも機械的な支障が直ちに発生するわけではない。そのため、多くのメーカーでは、一人当たり1 0ラム定員5名の車種であれば、 合計 50kg 程度までの手荷物の上乗せ分を想定している。日産自動車もそういったメーカーの一つで、一般的な乗用車の上限として、以下の計算式を紹介している。例えばこの場合、5人乗りの乗用車の最大値は、イコール325で、その車に2名だけ乗るのであれば、325、イコール215と計算し、最大 215kg までなら、 手荷物を積み込んで構わないということになる。なお、法規制されておらず、上述のような計算式もあるとはいえ、物理的制限については、十分に考慮すべきである。乗用車は、サスペンションのスプリングが柔らかいものが多く、そのため、化石祭の悪影響を受けやすいという特徴がある。車体後部が目に見えて、 沈み込むほどに化石採した状態で走行すると、リアサスペンションをはじめとする、足回りの破損につながるダメージの蓄積を避けることができない。また、走行中に、タイヤのバーストなど、不測の事態が起こりかねない。加えて、マフラーや、排気管など、足回り部品が、路面に接触して破損する恐れもある。さらには、車体後部が沈み込むと全消灯が、 ロービームの状態のままで事実上のハイビームの位置になってしまうため、適切な範囲を照らせない対向車の運転者に照明を当ててしまうなど、特に夜間には危険な走行条件になってしまう。一方、寸法は厳格に定められている。横幅は車幅いっぱいまでであるが、前後の長さは車両全長の10分の一までなら飛び出ることを許容されている。 高さについては、積んだ状態で、設置点から最高点までの直線距離3.8メートルを上限としており、これを超える場合は、出発地の警察署長の許可が必要となる。ここでは、鉄道車両における、積載量や最大積載量などについて解説する。ここでは、船舶における、積載量や最大積載量などについて解説する。 ここでは航空機における積載量や最大積載量などについて解説する。ここでは遊具やアミューズメント施設における積載量や最大積載量などについて解説する。馬は人類にとって最も古くから用いられてきた乗り物であり、彼らにもおのずと最大積載量がある。特別に頑丈な品種でない通常の品種では、 4 0 0ラム前後が上限と考えられている。古来、日本では、駅場、天間の制度が整備され、人が乗ったりニダを運ばせたりするための、ダバが利用されていた。五街道などが整備された江戸時代には、ダバを利用するにあたって、馬の役目ごとに、ニダの重さが、おおよそながら定められていた。江戸幕府の公用車や大名が使用できる宿駅の、ダバは、 本場といい、二打は四十巻目まで乗せることができた。また、上掛かりというのは、二打を馬の両脇に振り分けてその上に布団を敷いて、人一人を乗せる利用法である。この場合、許される二打は、約二十巻が目であった。三つ目は、軽尻で、宿駅に置かれた旅人専用の打バである。軽尻に人を乗せる場合は、手荷物を、約五巻目まで乗せることができた。 人を乗せない場合は20巻目くらいまで2打を負わせることが許された。しかし、別の資料では2打のみであれば36巻目くらいまで乗せることができるとある。なお、上限は余裕を持って決められているため、追加料金を支払うことで少しくらいであれば、無理を聞いてもらえたとのことである。なお、競争場に関わる重さに負担重量があるが、これは、 積載能力の限界云々とは全く関係のないものである。生き物として個体ごとの差異があるところを競争の平等を胸に均一化する目的で筋力に優れて速く走れる個体に課す重りの重さが負担重量であり各個体の力を見極めて予想できる分量の重りを背負わせ、 足の遅い別個体との競争で、賭けが成立するレベルまで速さを抑え込むという発想に基づいている。ラクダの場合、自然な状態ではその背中は大量の荷物を乗せられるほど丈夫ではない。しかし、身体構造に合わせた専用の蔵が早くから発達した。これにより、一頭あたりの積載量はおよそ2 0 0ラム以上。 最大で 500kg もの荷物を背負わせることができ、1日に30から 100km もの距離を運ばせることができるようになった。ここでは特にセクションを設けていないものにおける積載量や最大積載量などについて解説する。ありがとうございます。